今回紹介する新カードはノーマル品かは闇道。計略は、時期3で、最も武力の高い敵の武力マイナス3、散るから出られなくなる。基本効果時間10のカウントで、撤退の12カウントで復活やから帰った方が長くなるよ。撤退させなくてもいい観察効果のようなもので、撤退させに来る相手部隊を放置してずらしたり、生かそうと計略を使った相手をいなして、効果時間差や時期差を取ったり、テクニカルな性質で、真っ向勝負よりも活字や消耗戦に向いた計略やし、わらデッキや木の森、デッキでの採用に適性を感じたよ。情けも無用ぞ。何人切れるかな。敵の力を見誤ったか。完成を、確保。お相手のうまい回し迎撃が決まったこのままやと、一度帰られて、エンションをバッコリ通されそうな場面。終わりなきものはないんです。僕はもう、怒り心頭であります。ここで、エンションは10を完全に狙われなくて、見直してラインを上げれる。捕まえてやら。飛べ白図兵。気高く堂々と勝利へ爆心せよ。炎症の回復素子と弱体化を入れれたおかげで、高いラインで爆心爆心を打たせることができたよ。そういえば爆心で思い出したけど、ついのちゃんにはサポカのスピ爆心が使えたってよく感じたよ。短距離に偏った入手スキルに初期絆が全サポカ最高の40あって、早めに優勝取れてきて1年目に5から600使えるから、グラライシナリオと相性よし。長い命とは思いません。見るがよい、このスフの覚悟。よけい。バカな。よけい。ただで死ぬと思うたか。クソ野郎が。よけい。先生。OK。うん。何人切れるかな。流派発動。三の方。馬振り J 特有の限界ずらし、正直ここまでギリギリを狙う必要性はないから、失敗戦動きした方が安定しそう。馬振りとうまい派別物。終わりなきものはないんです。人の手は借りぬ。長い命とは思いません。
を出すやつ骨も残らんと思え。You can! 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 気高く堂々と勝利へ爆進せよ。見るがよい、このスフの覚悟を。一の方死ぬと思うたか。捕まえてやる。ご視聴ありがとうございました。歴代シリーズでも今までにない計略で今後の開拓余地があるのが楽しいカードやと思ったよ。